すごいな、完璧な仕事じゃないか。それと今回
や、むしろバカそのもの。バカそのもの？まあいいわ、錬金術師には変われないし。喜びなさい、この私があなたを雇ってあげる。確かに頭は良くないけど、バカそのもの。え、雇う？そう、これ以上の栄誉はないでしょ。そうと決まれば早速。待ってよ、いきなり言われても困る。っていうか、私だって仕事とかやりたいこととか。この私に雇われるのが不満だとでも？不満っていうか、強引っていうか、そうだよ、まだ名前だって聞いてないのに。人に名前を聞くときは自分から名乗りなさい。ごめんなさい。なんで私が怒られてるの？私はトトリって言います。私はミミウリア・フォン・シュバルツラングよ。なんかお嬢様っぽい名前だ。ミミ？何よ、私の名前に文句でもあるの？ううん、文句はないけど、ミミちゃん？勝手にちゃん付けで呼ばないで。かわいい、すごくかわいい名前だよ、ミミちゃん。かわいいとか、ああもう今日のところは出直すわ。待って、ミミちゃん。ちょっと、名前は可愛いけど、やっぱり怖い子なのかな。これ、それ。じっと。どうしたのお姉ちゃん、しろしろ見て。改めて見ると、その服可愛いな。私が作ったものじゃないし、最近トトリちゃん私の服着てくれないし。それは錬金術師はこういう格好するものだって先生が。でもお姉ちゃんから見て可愛いんだったら、それはそれでいいんじゃないかな。可愛いから余計悔しいの。いつか絶対それより可愛い服作ってみせるんだから。それと今回は報酬以外の。
で先行くと危ないわよ。大丈夫だよ、この辺のモンスターなら私でも楽勝だもん。まったく、ついこの間までビクビクしながら歩いてたくせに。トトリ、前！Thank you.